バツイチリターンライダーでコミネマンチャンネル管理人です。今日は原付でモトブログをさせていただきます。ご紹介するのは鎌倉湘南のツーリングスポット逗子広山公園になります。それではスタートいたします。まず駐車場に尾崎幸雄さんの記念碑があります。駐車場については午前8時30分から午後4時30分までですのでご注意ください。こちらがベストハウスですね。休憩ができます。こちらがインドクジャク、モルモット、セキセインコ、クジャクバトと名古屋コーチン、ウコッケイ、クサガメとミドリガメ、それからアヒル、アイガモ、ガチョウ、こちらの方に少し遊具がある場所があります。公園の案内図ですね。広山公園の案内です。公社法人地があったところなんですね。後ほどご紹介する猿がいるところと展望台は法台の跡のようです。こちらに猿がいます。
こちらの方が三浦半島、葉山の方が見えます。こっちから見えるのはこういう感じになります。こちらが展望台からの風景になります。江ノ島は見えておりますけども、今日は残念ながら富士山は見えません。手前にあるのは逗子マリーナです。物を食べるときは注意してください。トンビに持っていかれることがあります。今回は鎌倉湘南のツーリングスポット逗子の広山公園のご紹介と元ブログでした。ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。